あなたずっと名前呼ばれていますよジーザスコーリングユー皆さん元気ですか時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルの「イエス様がいれば大丈夫です」皆さんこんにちは イノワン聖書協会プレゼンツジーザスコーディングユー第132回目の放送です京都のにわこさん本日もツイキャスのご参加ありがとうございますこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなたとても急いで助けを求めているあなた そんなあなたのための番組です30分間どうぞお付き合いくださいはじめにギノワン聖書教会キムトンヨー牧師をご紹介しますキム先生は韓国は甲州にある教会の牧師のご子息として成長されましたある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて 1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられますでは自己紹介をお願いいたしますはいこんにちは宜野湾聖書教会のキムです今日もよろしくお願いしますありがとうございます そして本日も進行とミキシングを担当しますは FM ノワンのできる男私キャンがお届けしてまいりますさて今日のテーマですが「祈りと病」とタイトルしましたあなたずっと名前呼ばれてますよギノワン聖書協会プレゼンツ JesusCalling You はい、本日の聖書箇所ですが、えー、ヤコブの手紙第5章13節から18節を朗読してまいりますあなた方の中に苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい喜んでいる人がいればその人は賛美しなさいあなた方のうちに病気の人がいれば教会の長老たちを招き主の皆によって オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい信仰による祈りは病んでいる人を救います主はその人を立ち上がらせてくださいますもしその人が罪を犯していたならその罪は許されますですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい 正しい人の祈りは働くと大きな力がありますエリアは私たちと同じ人間でしたが雨が降らないように熱心に祈ると3年6か月の間雨は地に降りませんでしたそれから彼は再び祈りましたすると天は雨を降らせ地はその実を実らせました ではキム先生お願いいたしますはい <laughs> こんにちはは今日はあのヤゴブの手紙の古書、中3節から中8節の御言葉を通して、祈りと病というたテーマでお話をしたいと思います。私たちは、人生を歩むとき、いろいろな苦難があり、とんだことが起こります。その中で私たちは 心を痛め、また本当に失望に陥り、挫折する時もあります。しかし、神様は神様を信じ、イースキリストを信じる人に特別な恵みであり、特別な特権を与えてくださいます。それは神様に祈るということです。神様に 祈るということは神様に自分の長距をを全て話すことができるということです。えー、神様にどうやって話すのという。今日、中三節のところで、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますかその人は祈りなさいという。 その人は祈りなさいということをちょっと変えるとその人は神様に話しなさいということですね。神様に祈るという話しするという。また今日大きく出ることの一つは病を持っている人ということです。私たちは生まれてもう亡くなるまで80年90年という時間。 でもとても短い時間もあります。その中で何の問題なく病気とか病とかなく歩む人もいますが体が弱い人もいます。あなた方のうちの病気の方がいますかその人は教会の長老たちを招き、主の皆に得てオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいという。 病を持っている人に信仰を持って祈りなさいというその信仰による祈りは病を持っているその人を立ち上がらせるという回復するというその約束の言葉を与えてくださいます私たちは病がある問題がある時は飛んだことがある時本当に祈ることもできない もうううう崩れてしままそういう時があります大きな病になると私になんでこんなことが起こるのとそれでもう祈ろうとしても祈ることができないしかし神様は私たちが祈るということは自分で自ら祈るということとともに 本当に集中して祈ることができない時、今日の御言葉は、教会の長老さんを招いて、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさいという。それは必ず、あ牧師だけ、もしろ教会の偉い人だけ、長老さんだけというより、主にあって家族である主の民が、主の兄弟姉妹が、 一緒に祈るとということです私たちは遠く離れている人のために祈る時もあります。しかし本当に弱い人を手を握りながら肉体的に弱くなってもう祈る力さえももう失われてもう崩れているその人の手を握って祈るという信仰の仲間 討論者がいることは素晴らしいことであり、その仲間の討論者の祈る、その祈りを神様は用いてくださり聞いてくださるということです。私が祈らないといけない、もちろん私が一生懸命祈る、本当に信頼して神様助けてくださいという祈ることとても大切です。 しかし祈るさえ近いらも失われてもう傍然としているときあなたは長老たちを招いて共に祈,り祈ってもらいなさいということですまたここで長老たちが祈るとき油を塗って祈るように進みますオリーブ油を塗って祈るということですね今は 油を料理で使うということしか考えないんですがその当時は油またプ萄ンはよく治療するのに薬としてよく用いましたイザヤ書の一種では傷と打ち傷打たれた生傷絞り出してもらえずずんでももらえず油で和らげてもらえなさいというもらえないという 油は私たちを癒すそのことを意味し本当に病んでいる病気に悩んでいる人は祈ってもらおうということは素晴らしいことですが油を塗るということは治療を受けるということです今日私たちは神様を信頼して祈る時お医者さんの働きをもう 遠く離れるように捨てる諦めることではあります。神様はお医者を立ててくださり私たちに病の時、助けてもらうように立ててくださいました。それで聖書はパオロは手もでのところに手紙を書く時、犬を薬りとしてプロシを用いるように進みます。またパオロは天道する時、 お医者さんであるルカと伴って天道旅行をします。このように私たちは癒してもらうために治療を受けることもとても大切ですが天能の神様癒し主の神様の力を信じ助けてくださいという叫ぶことがとても大切であるということです。 それで中古説で信仰による祈りは、病む人を回復する、立たせると言います。主はその人を立たせてくださいますと、癒すということです。聖書の意味は、この中で罪を表しなさい。 罪を告白しなさいということは、この病が罪から来たのかと思う、しかし、そうでないということです。聖書の意味は罪を犯したことによって、私たちが病気になるのではなく、罪を犯したとしても、切に祈るその祈りによって、罪の許しの祝福を与えるということです。 新約聖書をたくさん記録したパオロは大きな病を持っていましたそれでその病を抜いて本当に疲れ大変でしたしかし神様はそのパオロにその恵みで十分であるえパオロは選挙士で天道者であるのに大きな病気が治らなかったのという病気は 神様が私たちに与えてくださる試練でもありまたその病によって死の恵みを求めるその大切なものであることも覚える必要があるということです私たちは病気によって苦しんでいる人は何か悪いことをしたから罪によってこんなことになったよという定めてはいけないということです 私たちはいつでも祈る必要があります。主は十時間の上でも祈るのを諦めませんでした。主は私たちのために祈ります。私たちが主のしもべとして歩みに祈ります。私たちは病んでいる自分のためだけじゃなくて病んでいる人のために祈る時その信仰によって祈るその祈りを 主が用いてくださり、主が働いてくださり、主が助けてくださると約束します。私たちは祈る秘訣があります。特権があります。中六節のところ言いますと、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。 貴人の祈りは働くと大きな力があります互いに祈りなさいと言います信仰を持って貴人が涙をもって本当に祈ると主は大きな力を持って働いてくださるということです神様の前で私たちは自分が罪があればその罪を告白すると自分の罪を許してくださり私たちが 癒しを求める時、主は癒しを与えてくださるということです。支援の66編のところを見ますと、もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。罪があるのに、その罪を告白せずに隠して神様に近づことしても、私たちは近づくことができない、祈ることができないということです。 信仰の祈り、鬼神の祈りは、心に抱く不義があるなら、その不義を全部取り除く、神様に悔い改め、告白して、神様、助けてくださいと祈る必要があるということです。また、聖書は、私たちに祈る時、適当にじゃなくて、力を尽くして、 心を尽くして切に祈るように進みます。今日の御言葉にすエリアは私たちと同じような人でしたがエリアって旧約聖書のとても素晴らしい働きをした人です。なんか彼は特別な存在のような人です。それでエリアが雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。 そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその身を実らせる。素晴らしいですね。何か私と全然違う、関係ないような人です。違います。エリアは私たちと同じような人でした。私たちが神様に祈るとき、エリアがした特別な経験を 私たちがするためには、エリアのように切に祈るということです。神様に適当に、ああ、こんなことしてくださいねというじゃなくて、本当に心を尽くして、力を尽くして、神様に祈るということです。イエス様は十字架を背負う前に祈るとき、汗が血のく,くように、血のように、 本当に流すほど祈るという姿を見ることができます。聖書にはエリアも弱さを持っていました。同じ人でした。しかしエリアは私たちと何が違いますかそれは祈りの切なる、大切に力を尽くすということです。私たちは祈りを儀式として終わってしまったらいきません。 ああ私はこのぐらい祈れば十分と思ってはいけないということです。エリアの祈りを見てください。ピアクセイショスとカルメル山で雨が降るように祈るとき、彼は頭が膝に入るぐらい本当に切に祈ります。それも1回祈りで終わりじゃなくて、何回も何回もしながら、7回も同じ祈りを切にします。 切なる祈りは私たちの環境を変えます。切なる祈りは神様が働くように、神様が働くということです。こんにち、聖書は病気で何でもできないとき、やることを教えてくださいます。あなた方のうちに病気の人がいますかその人は教会の長老たちを招き、 主の皆によっっってててオリ,オリーブ油を塗って祈祈もらいなさい祈ることです私たちが心を尽くして祈るということです私たちが罪があるならその罪をすべて神様の前で告白して神様と私たちの壁をすべて取り除いて神様に手を挙げて祈るということです膝をまずいて祈ることです 神様どうか助けてください。しかし祈る力も失われました。何にもできないように失望になって茶折しています。主の仲間たちを呼んで、長老たちを呼んで、祈ってもらいなさい。私のために祈ってください。助けてください。祈りの助けを求めることです。そうすると、 その人は教会の長老たちを招き、主の皆によって、祈ってもらうとき、主が働いてくださいます。私の祈りも大切ですが、周りの祈りの助け人がたくさん心を合わせて力を合わせて力を尽くして祈る。その祈りが要であり、その祈りは神様の働きを招いてくださいます。 そのように祈ってみませんか。ありがとうございます。ありがとうございました。えっ、ー、と、僕もですね、あの小学生。まで、あのー、割と大怪我したりとか。あと。病気がちだったりとかで、結構入退院繰り返してたんですけど。あのー。<coughs> まあ、その中で、まあ、お医者さんに、こう、もう。運動とかって、多分厳しいよって言われたこともあるんですけど。 ま僕の場合はもう本当にラッキーであのーまあ1年間体育我慢するだけであの何て言うんですかもうそのま,ま全然運動できたんですねあのだから自分のこと分かるのはやっぱり自分だけだと思うのでまあお医者さんの言うことも全てじゃないなってその時思ったんですけどあのまあ今回こうやってあのキム先生に今回のメッセージを選んでもらったのはまあ ちゃんさんからメッセージいただきまして、まあ、それでメール読ませてもらいましてそれで選んでもらってるんですけど、まあ今日のお話聞いて少しでもこう心が軽くなってくれればなと思っております、はい、キム先生ではリスナーの皆さんのためへのお祈りをお願いいたしますはいお祈りしましょう生きておられ今日も 私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様。私たちが病んでいる時その病を持って主に祈る時主が働いてくださることをありがとうございます。あかねちゃんを主が覚えてください。主が癒しを与えてくださり、力を与えてください。共に祈ることができますように。 祈りの助け人を起こしてくださり送ってください主はこの放送を聞く人一人一人が本当に主に切に祈り大変苦しい時力を失った時祈ることができますように主の恵みを体験することができますように主の力を経験していくことができますように助けてくださり導いてください 感謝し薄くする未来によってお祈りします。アーメン あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。ギノわン聖書協会プレゼンツジー,ーンージーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。京都のにゃさん、えー、名古屋のひまわりさん、長谷川さん、あかねちゃんさん、本日もツイキャスでのご参加ありがとうございます。 今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方はよろしければお電話をくださるか直接教会をお尋ねください毎週日曜日の朝10時半からは礼拝毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催していますどなたでも歓迎いたしますまた今日食べるものがない夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話ください電話番号は098890 です私たたたちちはあなたのお役に立いいと思っていますまた教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時からは主に宜野湾の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子どもの居場所作りをしています希望者には夕食も準備しています関心のある方はお問い合わせください以上全てのお問い合わせご連絡は098-890 1350 098 890 1350ギノアン聖書教会までお願いいたしますギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です今流れているエンディングは宝刀息子というタイトルでキム先生の息子のサムエルが作り歌っています私たちが今どんなにボロボロな状態ここまで悪いことをしてきた自分は今更教会になんかいけないだって 神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待っているんだよという曲ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三ニグループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーはギノアン選手協会キムトンン牧師ミキサーは FM ギノアンのできる男私キャンがお届けしてまいりました ではまた来週水曜日の午後6時にお会いしましょう。ではヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れします。シェキナー